演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら丸葉日常の肉がぶっと国産牛メンチを食べたいと思います。先日のとんかつ同様、こちらもきっと大きいんでしょうね。では開けてみたいと思います。おー、これも大きいですね。さあ、では主婦がこの温泉さらに冷凍食品そのまま食べたら歯がかき換えませんので温めていきます。温め終わりました。これが断面図です。すごいですね。本当にぎっしりお肉が詰まっています。ではいただきます。お肉の旨味が凝縮されてますね。これとんかつと同様、こちらのメンチカツもお肉がぎっしり詰まって、噛んだ瞬間に肉の旨味が普通にふわっと広がります。とんかつに比べるとメンチなので歯応えは少し控えめですが、それでもボリュームがあって食べ応え満点で美味しかったです。この肉の旨味本当にすごいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。それでは蝶が舞う髪を祝いで街行くよ。蝶も舞うくらい美しい髪なのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、リクエストしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。